はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はタイトルサムネにもあるようにマクドナルドチキンナゲットを大食いしていこうでございます。今回はですね、チキンマックナゲットこちらを150個用意いたしました。約ですね、150個で 4.5 キロほどあるらしいんですよ。やばくない？僕もものすごいマックもちろん大好きなんですけど、量を食べるもんではないとね、もう常々思ってるんですよ。後半はね、もう絶対絶対きつくなることを予想できてるんですけど、それでもまあ好きなだけね、ナゲットを食えるってことはもう幸せな行為だと思いますんで、早速ね、そちらのナゲットもう買ってきてありますので、準備してあったかいうちにね、大食いをしていきたいと思います。ということで、ただいまですね、ナゲット150個準備いたしました。やばいとんでもない量がございます。ただですね、今回はチャレンジとかではないので、できる限りね、美味しく楽しく食べていこうかなと思っております。ただね、参考記録としてどれぐらいね、この150個食べるのにかかったか、時間だけはね、念のため測っていきましょう。それではね、こちらこんな感じでカウント始めさせていただきたいと思います。よいしょ、よし、それではいただきます。まず一箱目から、まあチキンナゲットなんでね、もう皆さんね、見てわかる通りこんな感じでございますね。今回は15ピース入っております。で、なんかね、一箱につきこれ 300g 入ってるらしいので、まあ、今回ね15個で 4.5 キロってことでございますね。いや、10箱多いなぁ。10箱、3キロやん。3キロだったわ。シンプル間違ってた。まあいいやいいやいいや、3キロでも十分でしょう。とりあえずね、いただいていきたいと思います。いただきます。あー、うまい。やっぱマックナゲットってそのまんまでも十分うまいよね。うん、いや、でもこれ10箱結構きついぞ。油感がしっかりあるよね。結構重量すげーわ。ひとまずね、デフォのバーベキューソースから。結構大食いの人はこれガチ企画でさ、自宅でもやったりするけど、これ急いで食ったらやべんじゃねえの。あ、やっぱバーベキューうまい、間違いないわ。このさ、バーベキューソースって嫌いな人いんのかな。全員好きな味な気がするんだけど、うまっ。今回ソース足んなくなるの困るから、今節約しながら食べてんだけど、個人的な好きな食べ方としては、まずさ、これつけるじゃない。で、つけると半分ぐらいしか浸らないから、これ半分食べて、こうもう半分にもダクダクにつける。まあ、基本的には全面につけるタイプのつけ方をするんだけど、皆さんはどんな感じが好き？半分だけって人もいんのかな。うん、うまっ。ということで、ただいま一箱目完食させていただきました。今もうすでにね、4分半超えてるんだけど、このペースだと1時間近くかかるね。今のところはもちろん全然ね、うまい、何の苦もないんだけど、こっからどう変化していくからね。うん、なんか一箱目よりもあったかいし、ジューシーだな。まあ、美味しい。だからこんだけ作ってもらってるから、開けてる順番もあると思うし、この温度帯とかで結構個体差あるな。うまっ。やっぱ出来たてのチキンナゲットうめえな。また2個目だけどさ、油の暴力がすげえわ。うん。今、こちらで2箱目完食でございます。そのまま3箱目に突入と。いや、どうだろうね。ペース的には早いのか、遅いのか。普段だったらやっぱ、5ピースで十分だもんね。それをこんだけ食うわけだから、お腹いっぱいにはなるわな。そしたらこのあたりで、マスタードも使ってみますか。
あうまいな。やっぱナゲットに合わせるのってこのマスタードソース僕好きで、どっちかっていうとあのハニーマスタードタイプだとあんまり好きじゃないんだけど、こっちのねマスタードはしっかりとこの辛みとかも効いてるからやっぱね好きなんだよね。うん、うまっ。後半お腹いっぱいもそうなんだけど、顎もやばそうかも。じゃあ3キロのお肉だから顎やばくなるよね。はい、3箱目完食でございます。そのまんま4箱目いきましょう。うん、これはすごいチャレンジだな。他の大食いの方は150個チャレンジやってるけど、俺は100個でよかった。もうね150は絶対もう楽しめない。チャレンジメニューになっちゃうわ。ただちょっとこの辺りで期間限定でした柚子七味ソース、これ使っていきたいと思います。ああ、結構ね、香りが強くて、ドロッとした感じだね。うまいとは思うんだけど。ああ、なるほど。醤油ベースな感じだ。うん。辛味もいいし、柚子の風味もさっぱりしていいんだけど、やっぱ個人的にはバーベキューとかマスタードには勝ってないかなって感じ。やっぱレギュラーのソースは強いわ。うん。はい、ということでただいまですね4箱目完食でございます。ちょうど時間は15分ぐらいだね。この調子でいけばだいたい40分弱ぐらい。でも多分ペースダウンするだろうな、きちいもん。ちょうどこれ5箱目最後なんだけど、ここで折り返しなわけじゃん。この企画やべえぞ。大食いだしさ、3キロ程度だったら余裕で食っちゃうと思うじゃないですか。僕も思ったんですよ。そうじゃない、これは。食材としてのレベルがね、マジで違いすぎる。ジャンクフード大食いはやべえわ。はい。そしたらそのまま6個目。やっぱ重量的にお腹は余裕なんだけどね、飽きたなーみたいな、そんな感覚がね出てくるわ。最初はこのバーベキューソースとかもちょうどいいなーと思ったの。でもだんだんね食べてくるにつれちょっとしょっぱく感じてくるかな。だからねこのソースがうめえやと思ってガンガンつけて食べると後半かなりきつくなるかも。うん、あ、食べきっ、いや、これ、手袋つけた方がよかったな。やばくないこれ、マジで。この企画すごいよ。誰考えたのこれ。マックスさんとか150個早食いとか言ってたけど、やばいね。考えられん。はい。そしたら、だいぶですね、7個目完食でございます。全然ね、お腹は余裕なんだけど、だんだんと顎が来てるね。うん。8個目完食でございます。今ね、時間はこんな感じかな。どうにか1時間はかからなそうだけど、ちょっと今、休憩がてら、どんぐらいでみんな食ってんだろう。ちょっとゾウくんが、100個やってるけど、マジ10分で食ってるよ。マックスさんも150個やってるね。やばい。21分24秒。僕は現在、37分30秒。まぁちょっと負けてられないので、こちら、9箱目か。行きましょうか。これ最初さ、
4.5 キロ用意しようと思ったけど、間違って3キロでよかったわ。絶対食い切れ。ここがボーダーラインだね。まあ楽しく食べれるというか。まあ正直今ほんのりきついけど、まだまだ苦しい感じは全然ないんだけど、ちょっと飽きたな。はい。ただいまですね、9箱目、完食でございます。この時点で、6ポンド分のチキンナゲットを食べております。やばない？だんだんこの油っぽさにやられてきたな。油感がさ、すごいのよ。顎がすっごい痛い。こんなにダメージがあるものだと思わなかったわ。こっちにですね、残り5ピースまでなってきましたね。もうね、終わりも目の前ですので、僕のこの好きなバーベキューソースをたっぷりとね、もう全くね、ソースを節約せずに食べていきたいと思います。やっぱこの締めはね、バーベキューですね。うー、こんな感じで。うん。そしたら、これがですね、最後の一ピースでございますね。いやー、食べたわー。いや。はい。ごちそうさまでした。ということで、一応完食タイム52分7秒ということで、今回はね、チャレンジとかではないので、タイム的にはいいんじゃない？ 1 時間以内に食べきりましたし。ということで、本日はですね、マックチキンナゲット、150ピース。合計でですね、約3キロほどの重量になります。カロリーってどうなのかな？例えばですね、マクドナルドさんの公式で出ている数字を調べたところ、これ1箱800キロカロリーと、今回は10箱なので、8100カロリー摂取いたしました。やばい。ちょっとね、バーベキューソースが見当たらないんだけど、マスタードソース1つにつき、44キロカロリーあるみたいでございます。まあだいたいちょっとバーベキューも含めて40キロカロリー前後として、本日ですね、ソース11個使っておりますので、まあソースだけで400キロカロリー超え。つまりですね、今日食べた総カロリー数は8500キロカロリー以上ということで、食いすぎ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルの方の活動も始めておりまして、そちらは概要欄に記載がございますので、ぜひね、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。